さあここからはワールドオヤジバトルの熱戦をお伝えいたします。解説はスポーツライター布施浩司さんです。布施さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ最初に入場は田上義久ですね。そうです、懐かしい顔ですね。そうですね、スキンヘッド姿、青いグローブを着用して入場しました田上義久。さあ対する相手はストライプルの平直之です。いやもう本当にもう平選手と高見義さんのこの顔ぶれを見ただけでですね、本当感慨深いものがありますね。そうですね、はい、この2人の対戦が見れるとはと思っているオールドファンの皆さんも多いことでしょう。さあリスペクトゲーム2分2ラウンドです。優勢快感、田上義久。赤コーナー 175cm 77.7kg 元シュートボクシングフォーク級第1位ソロタモロモロ。平直之です。布施さん、はい、リングアナウンサーの紹介でその他諸々というのがまさに象徴しているかのような選手ですね。本当にいろんな格闘技を、ね、続けてきた人ですからね、はい、そうですね。さあリスペクトゲーム2分2ラウンドエキシビション、顔面への膝は反則となるんですが、この2人のマッチアップですからどうなることが分かりませんね。いやもう占領役者同士の対決ですからね。そうですね、好き勝手にやってくると思いますよ。好き勝手に、はい、いや回転の蹴りを連続して見せます。タイラーまだまだ動きますね。そうですね、はい、そしてロングスパッツ着用、最近ではシュートボクシングのリングでは引退試合がありましたね。タイラー、はい、もう平直之も現役時代はシュートボクシングはこのコスチュームでやってましたね。そうでしたね、はい、さあそれに対して田上義久、布施さんこちらは改めて現役時代どんな選手だったんでしょうか。高見選手はですね、現役時代青銅会館の重量級の選手としてもトップの、はい、としてもずっと活躍していまして、はい、後にあのキックボクシングの方にも転向しまして、はい、本当一番のクライマックスはあれですね、もう会長ベニー・ユキーデの引退試合を務めたっていうのがね、はい、あの一つの伝説を作った人ですね、ベニー・ユキーデ。そうですね、いやでも本当高見選手もですね、はい、空手でもキックでも本当に器用な選手でしたね。あの UKF の世界王座獲得した経歴があるんですね。そうですね、大阪で取りましたね、はい、見に行った記憶があります。あそうですか、はい、さあこのパンチのコンビネーション、今ボディ打ちも連続していきました。そうですね、そしてミドルキックに対して、あ右足を払っていきました。ラスト20、残り時間あっという間にあと15秒になっている第1ラウンド。ほうこの辺りもタイラーボディから左のインロー、2人ともまだまだ体が勝手に動いてますね。そのようですね、はい、これ忘れることはないんでしょうね。もう右打ったら左、左打ったら今度蹴りっていう感じでね、どん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 出てきますね。さあ第2ラウンド、おもう今始まる前に布施さん小競り合いがありました。そうですね、早くやらせろよというようなところだったんじゃないですか。バックブロー、まさに現役時代を彷彿とさせるような平の動き、それに対して堅実に強い打撃を打ち込んでいくのが田上、そんなような気がするんですが、布施さんどうでしょうね。そうですね、平が仕掛けて田上が返すって感じですね。はい、平の方が41歳、さあそれに対して36歳の田上、バックスピンキック。平田上もですね、現役時代は本当腰を悪くして引退しちゃったんですよね。あそうですか、はい、まあ、その後は本当に腰の悪い人でもできる空手をということで現在の優勢会館を立ち上げたんですよ。あなるほど、はい、それ非常に指導者としてこう考えていることが非常に多いんでしょうね。そうでしょうね。おーパンチは交錯する。何かこう布施さん、あの、はい、ファンの皆さんもですね、はい、息を飲んで見ている何が起こるのかなっていうような期待感が伝わってきます。そうですね、もう本当オールドファンから見たら本当にたまらない勝負ですからね。そして若いファンですとかこれ門下生の皆さんは、はい、何をやってくるのかな、こう目を本当にもう閉じる瞬間もなく、そうですね、見ているような感じなんでしょうね。リングサイドにはあの平のお子さんもいらっしゃいますね。あそうですか、はい、これやっぱりパパとしていいところを見せなければいけないなという、ね、まあ、家でもね今柔術の指導者としてもね活躍してますからね、はい、自分いいところは見せてると思いますけどね。そうですね、はい、
さあ連続してのミドルキック、軸はぶれませんタイラー。いやー、そしてこれは胴回し回転蹴り、いや浴びせ蹴りか。現役時代得意だったんですよね。そうですね、これがまたよく当たったんですよ。はい、終了へのカウントダウンが始まっています。ものすごいパンチの打ち合い、笑顔の2人。試合終了です。2分2ラウンドはあっという間に終了しました。岩瀬さん、はい、まず今率直な感想を聞かせていただけますか。いやもう本当に私もこの2人の同世代としてですね、はい、腹の出てないこの30代40代の格闘家を見るのは本当に嬉しいですね。そして今、はい、和田亮がグレフリーにですね、はい、田上選手が何やら仕掛けていました。そうですね、和田さんも同世代ですからね。そうですね、はい、そしてこれはヤンザジャイアントノルキアですね。でかいですね一言ででかい、はい、あ、やってますよ今。やってますね。平選手がパンチを何発か当てるようなおどけた仕草を見せました。瀬さん、リスペクトゲームワールドオヤジバトルの第1試合が、はい、この試合で良かったですね。良かったですね。なんか本当にじわーっとね、はい、あの体も心もね、はい、温まるような気がしますね。そうですね、はい、いや平直行対田上義久、本当に楽しい、そして、ね、戦っていくことは素晴らしいということを教えてくれた2人の戦いでした。